皆さんこんにちは、テレビチャンピオン秋葉選手権で2005年に優勝をしました、寺尾幸宏です。今回ですね、こちらの本、オタクの心をつかめ最強の購買欲を持つ顧客たちという本を書かせていただきました。こちら見ていただくとお気づきいただけると思うんですけど、特にオタクの方にはこちらの帯ですね、この青と白のしましま、こちら目印になっておりますので、ぜひこのなんかあれっぽいものを見つけたら、 あいつの本だなと思っていただければと思います。推薦文は川崎実監督というですね、日本以外全部沈没とか、結構有名な監督さんにお願いをして、いただくことができまして、川崎実監督は僕はこの本書によれば第3世代のオタクなんですけども、第1世代ぐらいのオタクの方からは非常に注目されている、まあ、プロの方なんですけども、オタクの方で今回コメントをいただくことができました。最近そのオタクビジネスのコラボレーションをする会社さんが結構増えていて、オタクコンテンツの地位って割と世間に認識されるようになってきましたよね。前書きで書かせていただいたんですけども、昨年の12月に Google Chrome の CM で初音ミクが起用されて、 CM でバーッと流れて、僕なんかはだいぶテンションが上がったんですけども、そういったことがよく行われるようになってきてるんですけども、その一方でずっとなんか違うよねという失敗、致命的な失敗をし続けているグッズといいますか、ものがいろいろずっと出続けているので、何なんですかね失敗というのは。なんかその誰か一人知り合いにオタクがいて、こういうものを作ろうと思ってるんだけどどうって聞いた時に、いやそれはちょっとオタク向けじゃないよねっていう意見さえ入ってれば、そのものはできなくて失敗しなかったのにっていうようなものって結構あると僕は思ってるんですけども、そういった致命的なミスっていうのは誰も得をしないので、そういったミスをできるだけ減らしていただこうと、減らしていただけたら嬉しいなと思って、こちらの本を書かせていただきました。内容はですね、いわゆる今まであったオタクのその何ですかね、オタク分析本とかとはまた違ってですね、オタクビジネスにテーマを置いた本になってます。オタクビジネスというのはですね、そのオタクに買ってもらうためにするビジネスであるとか、あとはオタクが好きなコンテンツと何かをコラボレーションした、例えばヒゲ剃りとか、最近エヴァシックやってますけど、ああいったものを取り上げました。で、一章の方で例えばザクドーフであるとか、あとはラキスタの、聖地巡礼であるとか、エヴァの、太陽のトマト麺とかですね、そういった例をいろいろ挙げさせていただいて、まあ、これだけ売れているんだという前例をまず出しています。で、2章の方で日本の、オタク市場をまず取り上げて、最近クールジャパンクールジャパン言われてますけど、クールジャパンの影響でなんかオタクビジネスを始めようと思った時に、まずなんか海外展開を考えてしまう人がいっぱいいらっしゃるので、そういう人たちのために海外のオタク事情がまずどうなっているのかを第2章の方で、フランス、アメリカ、中国、この3国に対して市場を分析して、かつオタク、日本のオタクカルチャーがどうやって広がっていったかというような歴史も踏まえて書かせていただいてます。で、第3章でですね、やっとオタクの定義が登場するんですけども、今回この本でオタクの定義は今までのオタクの定義に比べて少し幅を広めにとってます。で、その理由も中に書いてあるんですけども、最近のオタクって広く浅いですよね、皆さんお気づきだと思いますけれども。で、今までの従来のそのオタクの定義だと、その浅く広くなってきた新しいオタクたちをこう捉えきれることができなかったので、今回その分を含める意味で新しい定義出させていただきました。あとは、我々なら直感的に分かる萌えという言葉なんですけども、一応この本ビジネスマン向けといいますか、ぜひオタクの方にも読んでいただきたいんですけども、ビジネスマン、どちらかというとその商品を作ってらっしゃる方なんかにお勧めしたいと思ってますので、萌えというものはどういうものであるかを、感覚的に捉えられるようにいろいろ書かせていただきました。あと、オタクってこういう生き物だよねと、例えばオタクはなぜ秋葉原に集まるのかとかですね、オタクの部屋って結構ポスターが貼ってあったりフィギュアが置いてあったりするんですけど、まあ、しない人ももちろんいらっしゃいますけど、するんですけど、なぜ彼らはそういう心理を持つのかと、なぜ身の回りに物を置きたがるのかとかですね、東博樹さんが動物化するポストモダンの中で書いているオタクの世代分類があるんですけども、僕はそこに一つ新しいものを加えまして、オタクの第1世代、第2世代、第3世代、第4世代という4つの分類で、最近のオタクってこうなっていて、しかも世代ごとにこういう特徴があるよねということは書かせていただきました。あと4章はですね、その1章、2章、3章までのものを全て含めて、オタクビジネスってこうやって展開すればいいんじゃないのという私なりの提案を書かせていただきました。その中で、私のアイデアも一つ書かせていただきまして、
イラストを、ね、載せているんですけれども、電車の中で読まれているとちょっと周りの人にびっくりされる可能性があるので、一度書店で確かめられてからお手に取っていただきたいなとは思っております。個人的には3章の半ば以降がだんだんその気持ち悪くなっていくんで、この本買われて読まれた方の中でちょっと引いてしまう方もしかしたらいるのかなとは思ってるんですけども、そのあなたが引いてしまうようなことがオタクに受けているという事実は受け止めていただきたいなと思ってます。もしこれからオタクビジネスを始めようと考えられている企業さんとかですね、個人の方いらっしゃいましたら、オタクの心をつかめ最強の購買欲を持つ顧客たち、こちら読んでから始められた方が私はいいのではないかと思っております。参考資料としてぜひお手に取っていただければと思います。よろしくお願いいたします。